2番伊藤利美村隆史組日本。さて第2組日本の伊藤利美そして村隆史組が出てきました。先ほどのアメリカのペアは 4.6 から 4.7 という得点、また順位は後ほどご紹介します。日本は村隆史が20歳、日大の2年生、そして伊藤利美さんの方はまだ12歳、東京高松中学の1年生です。ああ、綺麗に決まりましたね。決まりましたね。ダブルラッソーですね。持ち上げたのがダブルラッソー。そしてこの後は今度どういう要素を盛り込みますか。ここでシングルのダブルサルコですね。ダブルサルコ、はい、いいですね、いいですね。まだペアを組んでから日が浅い2人です。さあ、ここからハイラルに入ります。でスピンです。これが単語ポジションのキャメルスピンです。6つ盛り込まなければならない要素のうちの1つ。彼女はこういう大きい大会が初めてなんですが、意外と落ち着いて滑ってるようですね。さてデススパイラル、まずまずです。はい、ここがちょっと問題だと思うんですが、ちょっと乱れたようですが、まだ若い12歳の伊藤利美さんです。ショートプログラム2分間の演技です。これは2分以内でないといけないんですね。オーバーするとダメですね。はい、この辺のステップはなかなか安定しています。さあフィニッシュ、劇的な終わり方ですね。そうですね、はい、なかなか盛り上げた演出を見せました。よかったみたいですね、はい、伊藤村組です。日本のペア、20歳と12歳のペアです。世界の10位を目標にこれから練習を積んでいくという。